恐れることはないのですよ。この私の肩に噛みついたままミイラ化されておられるこのお方こそ、創世紀戦争後のこの世界を治めておられた大前神ハッサタン様。そして今やその鎧を通してあなたの魂の一部となられたメフィストフェレス様のご遺体なのです。そんな、サタン様とメフィスト様が同一人物で、しかもすでに亡くなられてはったやなんて。今から数年、私の夫でありこの世界を治める神でもあったメフィスト様の肉体はついに老衰でお亡くなりになられました。強力なる指導者の死はすなわち秩序の崩壊を意味します。一刻も早くメフィスト様の魂を復活させないことにはこの世界に崩壊の魔の手が押し寄せる。それを恐れた私はメフィスト様の死だけをあえてルカたちに伝え、今まで通りサタン様の御言葉を伝える教皇としての役割を続けてきたのです。すでにあなたたちも知っての通り、大天使の魂が新たなるよりしろの肉体と融合して復活を遂げるためには、そのお互いの魂の本質が同種のものであることが不可欠の条件。その条件を満たさぬ者がたとえあの鎧を着たとしても最終的には鎧に食らい尽くされてしまう。そこでまずはこの世界各地に移り住んでいたメフィスト様と私との間に生まれた子供たちの中からよりしろ、つまりメフィスト様の魂を入れるにふさわしい肉体を探し求めていたのですが、結果的には私の子供たちのそのいずれもがメフィスト様のよりしろとなるには不適格だということが分かったのです。あるものは迫害、またあるものは熱愛、慈愛、純愛、溺愛、そして友愛。私たちの子供は皆メフィスト様の魂の神髄である感情より、むしろ私の魂の本質である感情の方を強く受け継いでしまっていたようです。そしてそれらの感情も、元はといえば私の心の中に深く根付いてしまっていたメフィスト様に対する愛憎という禁断の感情に起因するものだったのです。教皇様、何を言い出さはるんですか？そうして月日が流れたあろう、このルカの情報から私の子供の一人がタブーを犯して、奴隷であるはずの少年と仲睦まじく暮らしているらしいとの情報を聞き、私は異端審問官たちを現地に差し向けました。それからずっと我々はあなたたちの生活を監視し続けていたのですよ。あの子が見抜いたあなたの中に眠る隠された感情、そして創世紀戦争以前にこの世界を治めていたゴッドに反抗してまで猿と呼ばれる羽のない人々を助けようとしたメフィスト様の魂の本質、それこそが
平等という感情だったのです。さあ、今のあなたに選択できる道筋はもはや3つしかありません。1つ目、この世界を崩壊から救うためにあなたの愛する者の命を諦めるという方法。そして2つ目、このまま私たちと戦ってその戦闘に勝利した後に新たなるゴッドの役目を担う。すべてが崩壊した後の世界で彼女に大邪神ガブリエルの鎧を着せて復活させ、この世界を崩壊させても他の味方たち全員を犠牲にしたとしても二人っきりで一からこの世を作り直すという、愛する者だけの命を助け出すという方法。そして最後の3つ目、この世界を崩壊から救うためにこの知恵の実を食べ、メフィスト様だった頃の記憶を完全に取り戻して新たなる支配者となる。この世界の他の大邪神の封印を元に戻した後に、この鎧を彼女に着せて復活させて、サタンの花嫁に迎えられるという方法。この方法はつまり、かつてのあなたの味方であった他の大邪神たちを殺してでも愛する者を助け出すという方法に他なりません。そしてこの後ろ2つの選択はどちらの場合でもあなたが新しいこの世界の神になるということなのですよ。なんだって？ついに現れました。我々羽のない人間たちを大洪水で滅ぼした憎き大悪神ゴッドの片割れども。な、突然何を言ってるんだ。私はメフィスト様の力に不死なる呪いをかけた。リリス様亡き後の人類を生み出すためにあの方の妻と黒き聖母と呼ばれしも、そしてかつて箱舟を使ってあの大洪水を逃れた羽のない人間たちの最後の生き残りでもあるノアの娘ヤペテなのです。そんな、あの教皇様までもが言葉をしゃべるお猿の生き残りやったなんて。そもそもこの世界は全てを崩壊させなければならないほどそんなに悪しき世界でしたか。一部の金持ちたちが恵まれない人や地域に住む人たちを食い物にしている状況は何も今に始まったことではありません。今日、たとえ我々が滅亡し、それから3000年の月日が経った今日だったとして、おそらくはたった一握りの裕福な地域に住む金持ちたちは、餓死、戦争に苦しむ人たちをそ知らぬ顔で食い物にし、弱者に劣悪な環境を強いているだろうことは、簡単に想像がつきます。そんなことはない。本当にそうでしょうか。しかもこの世界に住む多くの黒き羽の人々はこの天空に位置する約束の地がその頭上からいつ落ちてきてもおかしくないという人類滅亡の恐怖と戦い、
普段はそれに気づかぬふりで毎日を暮らしているのですよ。今ならまだ間に合います。あなたたち鎧をつけし神の子羊たちが死に、再び大邪神たちの鎧が封印されさせる。たとえ悪しき状態のままとはいえ、再びこの世界に安定が訪れる。あなたたちは今すぐ自殺すべきなのです。それが忍びないというのであれば、私が直接手をお貸ししましょう。それともメフィスト様の魂を受け継ぐあなたが自らの手で決着をおつけになりますか？確かにこの世界の人々の全てが悪人というわけじゃない。仲良く暮らそうとしていた人たちもいたんだ。どうすりゃいいんだよ。さあ、あなたたちにも考える時間を差し上げましょう。どのみちこの子に大邪神の鎧を着せない限り、この世界にこれ以上の変化はありえないのですから。そうですね。答えを出す前に今の地上を少し見ておくのもいいかもしれませんね。あれはあのクザファンさんが。羽の人々と共に戦っている。なんだマルコたちが。俺もセラフィンの意志とかってやつ受け継いでみようか。別にお前たちのモノマネをしてるわけじゃないんだぜ。ただ奴の昔の日記を読み返していた。と、それどころじゃねえや。行け！我々白き羽解放戦線の底力を奴らに見せつけてくれるのだ！さあ、あなた自身の答えは見つかりました。本当にそれでいいのですね。もう一度念を押しておきますが、その方法は
あなたが新しい神になるということなのですよ。そうは言っても、決まってしまったからには仕方があるまい。とにかく今回の祭りでサタン様の生贄に選ばれたのはお前ではなくお前の弟なのだから。父さんだって今回こそお前なら選ばれるって大丈夫だって言ってたじゃないか。あの儀式の生贄に選ばれることは最高の栄誉なんだよ。それにうまく儀式で生き残れればあのサタン様の永遠の魂が手に入るかもしれないんだ。それなのによりによってあいつが生贄に選ばれるなんて。どうやら何か思い出したようですね。大丈夫?お兄ちゃん。どうしてもあなたたちが我々に抗うというのであれば致し方ありませんね。ですがこの世界全体を滅ぼすということは大邪神の鎧を着ていないあなたの味方たちまでをも滅ぼすことになるのですよ。あなたたちはそれでいいんですか？こんなこともあろうかと思って実は密かにあなたたちの中にスパイを紛れ込ませておいたのです。私の子供たちを。お兄ちゃん、いくらなんでも皆殺しはひどすぎるよ。そうまでしてお兄ちゃんはあの人だけを助けたいの？ご主人様、やっぱり私には教皇様を裏切ることなどできません。申し訳ありませんが、やはり私は教皇様とこの世界を守らせていただきます。私がいくら白き羽解放戦線のメンバーの一人だって言ってもこの世界の崩壊には反対します。私の上司はあくまでもアスタルテ様ただお一人。従って私も当然教皇様にお味方させていただきます。デブロブス様までが本気で私たちに死ねって言うんですか？さすがは
メフィスト様の魂を受け継がれし、邪悪なる次世代のゴッド様、本当にこの世界の新たなるゴッドとなられる決意があるのかどうか、ここでじっくりと試させていただきましょう。さあ、そこにいるあなたの愛せし者にその鎧を着せ、この世界のすべてを崩壊に導くのです。天界の玉座にある七つの封印が解かれない限り、世界は悪しき状態のままに継続する。神の子羊が順次その封印を解いたとき、さまざまな災いや死、闘争などが世界中へと広がる。地上が未曾有の混乱と災厄に見舞われる。そして七人の落下が天使たちによって順次吹き鳴らされる。世界の崩壊を食い止めていたタガが外れて、終末の災いが加速度的に世界を襲い始める。ついには七頭十角の火のように赤い竜と悪魔やサタンと呼ばれる者が現れ、天界を代表する戦闘天使ミカエルたちと戦う。本来この広い世界には善も悪も存在しません。しかし全てのものには光と影があるように、善と呼ばれる考え方を存在させるためには、悪と呼ばれる考え方を無理にでも作り出す必要性があったのです。そこでこの世界唯一の神は、その善神と悪神の二つの素顔を使い分けるために、黒と白の大天使をお作りになられました。本来エンジェルとはマーラークという神の影なる面という意味を持つこと、俗に人々から恐れられているゴッドと呼ばれていた大悪神と、サタンと呼ばれる大善神とにご指示を出されているお方は全くの同一人物。そのお方こそがこの宇宙をお作りになられた創造主であり、この世界唯一の神なのです。そもそもハッサタンとは、神が地上の人々を監視するために使わした検事総長を意味し、その意味ではただの役職名にすぎません。ベリアル・サタン、ベルゼブブ・サタン、メフィスト・サタン、彼らはいずれも神自身が人々を監視するために使わした選ばれし者たち。時代のゴッドとなるべきあなたは、その新しき世界を任せる人物に真にふさわしいかどうか、神は試されているのですよ。我が名は完全なる戦闘神と謳われ、戦争を司る大天使ミカエル。今こそ我は
その完全なる記憶を取り戻した。唯一の神に忠実に仕えし者、新しき世界を創造すべき時代のゴッドとなるべき魂を持つ者よ。古より伝わる縁により、我が今こそその力を試そう。やめて、仲間同士で争うなんて、そんなのひどすぎるわ。